ベルリン襲撃は七年戦争中の千七百六十年十月、オーストリア軍とロシア軍が四日間にわたってプロイセン王国の首都ベルリンを占領した事態を指す。占領軍は同志から資金を徴収するとプロイセン軍の接近と共に撤退した。後にロシア軍の指揮官トートレイベンハクはベルリンの街を救わんとするプロイセン側から賄賂を受け取ったという告発を受けて、 裁判にかけられ、スパイとして有罪を宣告された。1759年、プロイセン軍に対する一連の勝利に続く年は、連合軍を落胆させる結果に終わりつつあった。圧倒的な動員力を要しながら、8月のリーグニッツの戦いで敗北を喫し,し、シュレージ自ン進行が行き詰まったからである。しかし、プロイセン王国の首都ベルリンは、 シュレージエンに兵力を結集させるというフリードリヒ、大王の判断によって危機にさらされたままであった。この状況に鑑みてフランスは、ロシアによるベルリンの吸収を提案する。かつて、オーストリア軍のより小規模な襲撃により、ベルリンは1757年10月に短期間、占領されたことがあった。連合軍の計画は、主力によるグーベン方面への陽動を意図していた。 その間に、ハインリヒホン・トートレイベン少将を率いる一軍を分派し、北方に急進して、ベルリンを襲撃する予定だったのである。これに、ラシーハクが率いるオーストリアの別動隊が続く。また、抗軍速度を上げるため、多数のコサック機兵及び、軽機兵が、この襲撃に参加することになった。10月5日、トートレイベンは、奇襲によって、ベルリンを陥落させるべく、 ロシア兵5600名の前衛部隊を率いて、オーデル川を渡った。この奇襲の試みは、冬の迎撃に直面して頓挫する。ベルリン守備隊司令官の六方中将は、ロシア軍の脅威を前に撤退を望んだが、市内で療養していたプロイセン軍の騎兵指揮官、フリードリヒビルヘルムフォン・ザイトリッツ中将は2000名の守備隊を招集すると、ロシア軍を、 シモンから撃退することに成功した。ベルリンの危機を知ると、ビュルテンベルク公フリードリヒロイゲン中将は、ポンメルンのスウェーデン軍に向けていた部隊を引き返させた。その間に、ザクセンから派遣された文献隊も到着し、町の守備隊は1万8000名に増強される。しかし、ラシーハクのオーストリア軍が到着すると、形勢は再び連合軍に傾いた。 そしてオーストリア軍がポツダムとシャルロッテンブルクを占領すると優勢な相手を前にプロイセンの守備隊は市外を放棄しシュパンダウ付近への退却を強いられた。シャルロッテンブルク宮殿は占領軍に占拠された。10月9日、ベルリンの市議会は不具大点の関係にあったオーストリア軍よりもロシア軍に正式に降伏する決定を下す。即座にロシア軍は 私有財産の保護と引き換えに400万ターラーを要求した。これに対し裕福な承認ヨハン・エルンストモッツコースキーは市の代表とし交渉を担当しトートレーベンを説得すると徴収額を150万ターラーまで減額させることができた。その間にオーストリア軍は市内に押し入るとその大部分を占領した。オーストリア軍はロシア軍に比べ より熱心に市内で復讐行為に及んだ。ザクセイやオーストリアの占領地におけるプロイセン軍の振る舞いが伝わっていたからである。一方、国際的な名声の向上に心を砕いていたロシア軍は概ね、より節度をもって住民の尊重を重視していた。なお、市外の一部は占領軍によって略奪され、王宮のいくつかの建造物に火が放たれた。そして、 バスケット銃約1万8000丁と大砲143門が押収された。また、過去の戦いで奪われたオーストリアとロシアの軍機は、奪還され、捕虜およそ1200名が解放された。フリードリヒ大王が優勢な軍勢を率い、ベルリンの救援に向かっているという噂が立つと、連合軍の司令官は、その主要な目的を達成したこともあって、撤収へと借り立てられた。 占領軍は10月12日に都から撤退し、それぞれ別の目的地へ向こう。ラシーハク率いるオーストリア軍はザクセンを目指し、ロシア軍はフランクフルトアンデアオーダー近郊の主力に再合流した。ベルリンが敵に放棄されたと聞くと、フリードリ・ヒ大王は救援の試みを中止し、シュレージエントザクセンの事態に集中するべく、戦地へ戻っていった。 フリードリヒ大王は、ベルリンの防衛軍と、活発な抵抗に失敗した市民に憤りを感じていた。しかし、権威の失墜にもかかわらず、この襲撃は軍にとって、特に重大な事態とはならなかった。占領の影響が残る中、フリードリヒ大王に率いられたプロイス戦軍は、トルガウの戦いに心傷する。後にトートレイベンは、艦長の罪に問われ、死刑を宣告されると結局、 女帝エカチェリーナ2世から恩赦を賜った。1762年に入ると、ベルリンはさらに永続的で決定的な占領の危機に瀕したが、フリードリヒ大王は、ブランデンブルクの奇跡に救われる。カキガイブリンクによれば、連合軍の総勢を4万4千名とする遺説も、ある。カキガイブリンクによれば、プロイセン軍の総勢を一万六千名とする遺説も、ある。原文では、 ベルリン総督。ありがとうございます。